はい、まあ、非常に残念な悔しい試合だったなというのは率直な思いで、まあ、リードされている中でも我慢しながら食らいついていたところで最後の最後を結局、まあ、自分たちのミスが重なった中で相手にやられてしまったなというところがあるので、しっかりと学んでいけたらなと思います。はい、ありがとうございます。質問、岡田挙手でお願いします。吉田監督の終盤のこうミスが続いて、という展開だったと思いますが、そこの渋谷との差というか、どんなことを感じたことがありましたか。まあ、終盤にしっかりコントロールしきれなかったので、何でしょう。っていうところですか、ね、どうやって自分たちが戦わなければならないのかっていうところがこう5人で表現できなかったところがあると思いますし、そこはすごく渋谷さんはやっぱりしっかりとチームとしてどうやるかっていうのが明確になってるのかなと思うので、まあ、自分たちがやってきたことがコートで出せないと、まあ、今までこう40試合近く50試合弱ですかね、50試合弱はやってきて、いい部分悪い部分いろいろあると思うんですけど、しっかりといいところをやっぱり残していかないといけない部分の中で、まあ、ここ数試合で勝ててきた試合を振り返っても何が良かったのかっていうのは、まあ、自分たちとしては分かってるとは思うんですけど、やっぱりそこをコートに出せて少しこう焦ってしまった部分があったのかなとは思うので、まあ、そういった意味で非常にちょっとこうもったいない展開になってしまったなと思います。最近の試合は勝つとき対勝して、負けるときなかなか点差を伸ばされてという展開の中で、今日の今回の2日間の接戦はなかなか流れをつかみきれない部分で、どうチームをまとめていくというか意識していくものがあるでしょうか。どうですか、僕はどう考えてたってことですか。まあ、昨日に関しては完璧に渋谷さんのペースで戦ってしまったので、やっぱり自分たちは速いテンポで戦いたかったっていうのがあったので、今日の試合の前にもそういう話をしましたし、やっぱり、そこは今まで良かった部分で多く出せてたところだったので、まあ、なんとかコードでそれを表現できればなっていうのは話はしました。あとは決して、もちろんペースはちょっとなかなか上がらなかった部分もあったりはしたんですけど、決して悪い内容ではない部分も多くありましたし、しっかりとこう一個一個のこういい悪いで一喜一憂しすぎないで、しっかりと前を向いて全員でこう戦い切らないといけないっていうのは終盤声掛けをしたと思います。ありがとうございます。その他ご質問。海入り瞬間になります。このお話の中で焦りが出ているというお話もありましたが、その原因に関しては古川選手どのような思いを考えられたりしますか。まあ、みんなのアグレッシブさがいい言い方をすると出てる部分なのかなとは思いますけど、ただ、まあ、それが5人でどうやるかっていうところは明確になっていると、まあ、誰かが一人がっていうようなバスケットはしてないので、しっかりとみんなでこう共通認識を持った中でお互いの良さを出せるような、まあオフェンス陣、ディフェンス陣全員で助け合いながらやることが大事だと思いますし、そこがちょっとうまく噛み合わなかったかなと思います。今日の試合もそうでしたが、後半ディフェンスで結構圧をかけすぎてファウルを取られてしまうという場面が多いという中で、その辺りに私は課題だと考えています。いや、まあ、積極性を持ってディフェンスをやるというのは自分たちのスタイルなので、まあ、ネガティブに捉えすぎずに、まあ、しっかりと状況を見ながらこうファウルしないように相手に簡単な孤立を与えないようにしなきゃいけないんですけど、まあ、そういうところはどんどんオフェンスじゃない、ディフェンスも攻めて守ることが大事かなと思います。最後に残り試合を少なくなってきていますが、改めて紹介しておく出場が最後の試合、最終盤に向けて
今回の試合に限らずですけど、まあ、毎試合毎試合しっかりとこう勝ちも負けもある中で学んでいかなきゃいけないとは思うので、まあ、今日のような敗戦もある中でしっかりと学んで次につなげていきたいですし、常に毎試合、まあ、戦い続けることは変わらないんですけども、しっかりとこう上積みをつけていけるようにしなければいけないと思うので、まあ、全員が前を向いてしっかりとこの試合から学んで次の試合、まあ、もちろん簡単な状況じゃないですけども、全力で戦っていけたらと思います。まあ、2連敗となりましたけど、どちらでも、まあ、僕はすごくあったところがあると感じていて、昨日のディフェンスカバレッジよりも、まあ、アグレッシブにイカドラのところのカバレッジが、まあ、将棋に出たりとか、そこをうまくいった時間帯があったし、昨日よりもディフェンスからオフェンスに対して、トランジションでコーナーをスプリントしていくというスピードがアップしていった。ただまあ、それゆえにというかなんですけど、まあ、ターンオーバーが昨日と違う質のちょっとターンオーバーが増発してしまう部分もあるのかなというふうに僕は感じているんですけど、おそらくそういうふうにこうなんですか、チーム5人がうまくできるっていう時間帯、今日の1クォーターの序盤というところはできるけど、終盤がうまくいかないっていうところ、こうチームとして何かコミュニケーションというか、コミュニケーション取ったんだけどちょっと相違があったみたいなポイントっていうのが来るかもしれない、どこか今挙げられてます。まあ、具体的な細かい話はそこまで時間帯でできてなかったですけど、まあ、オフェンスのところでのシンプルなターンオーバーで持ってかれた部分が一番痛いですし、あれだけ我慢して守り失点も抑えてた流れの中で最後の最後にやっぱり自分たちのミスで相手に点を、与えてしまうというところになっているので、ちょっと戦術云々じゃないところでのミスもあったのかなっていうところは、まあ、僕も含めてですけど、ね、やっぱりみんながちゃんとどう戦えるかっていうのは分かってなかったのかなとは思うので、ちょっと非常にもったいなかったなと思いますし、あそこでいいシュートで終われればまた展開は違うのかなとは思うので、まあ、それがピンポイントの話ですけど、なんでまあもうここから学ぶしかないというか、同じようなことは繰り返さないように、僕も含めてしっかりとこう次に繋げれるようにこのゲームを生かしていけたらなと思います。ありがとうございます。普通に参加されてるバスケットカウント森山さん、いかがでしょうか。あ、じゃあ1点お願いします。お疲れ様です。バスケットカウント森山です。今おっしゃったそのピンポイントな部分でちょっと恐縮なんですけど、はい、まあ、かなりそのオフェンスのミスで確実に勝利を手放した感は否めないと思うんですが、で特に残り1分2分とかで、オフェンスでスティール狙われそうなのにパスを出してしまって実際に、ファンブルしたのと、ベンナメセでスティールされてフリースを与えてしまったみたいな相当痛いミスがあったと思うんですけど、ああいうのって多分普通に考えたらできると思うんですよ、どう考えても。なんだけども、なんでそこに出すのだし、なんかスルーして違うところ出すよとか、そういうコミュニケーションがあるはず、見返すとあると思うんですけど、そういうところってなんか試合の後とか、あの場面でそれ出すなよとか、なんかそういうのって選手同士でなんか激しくぶつかったりとかはしないんですか。なんか先ほど一喜一憂してるっていうのは試合中は絶対大事だと思うんですけど、そのこれを次に生かしたいっていう話多分されてると思うんで、そういうのアクションも大事なのかなと思ったりするんですけど、どういうふうにそういうのなんか次に生かすためのアクションとして、まあ、ぶつかるって言い方するとなんかすごいこう なんですかね、まあ、言い合うとかではないですけど、まあ、僕自身は、まあ、コミュニケーションを取りたいので、まあ、こういうふうな、まあ、なんでしょう、まあ、さっきそのピンポイントな状況は別として、そういうシチュエーションが起きた場合、話をしたいときはこういうふうにしたかったしこうだと思うんだけどっていうような話し方をするんですね。やっぱりお互い何を考えているか聞きたいので、だからそういうようなコミュニケーションを取るようにしてますけど、こうちょっと返答になってないですかね。さっきのピンポイントの話の方がいいですかね。あ、いやでもそれでも合ってるんですよ。それって試合中じゃないですよね。ああ試合中やっぱりそのキワキワでできることとできないことがあるので、もちろん試合中でもそれはお互いというか、まあ、相手との読み合いがなってきたがこう出てきた時に話したりは一応はします。試合後も話をします。試合中も試合後も
そういうことがあれば伝えるようにします。それこそ試合後にその場面とかを見せたりして具体的にやったりするんですか？なんか僕の感覚的にその場面でのスキル云々観音っていう感じじゃないので、そこはパスしないでくれとか、そこはあの なんだろうドライブだろうとかっていうとこではなく、なんかちょっとこう、じゃそもそもその状況で何がしたかったかっていう話になってくるん でそこはじゃあこっちの方が良かったんじゃないかとかっていうような、僕はそういうイメージです。なんかもう勝手な意見で恐縮なんですけど、はい、なんかその最後の方のやつってやっぱりちょっとなんだろう、ある種パス出してのが弱気というか、逃げてるから出しちゃう、ちょっと責任を投げてしまうような風に見えたんですけども、そういった時に先ほど言ったように先ほど普通に考えて多分出さないと思うんです、普通に、はい、やっぱそういうのってメンタルで変わると思いますか、そういうプレー質っていうの。まあ、ゼロじゃないと思います。少なからず僕もやっぱりそういうのは感じてきたと感じてきましたし、まだまだそういう部分では精神的には僕はすごい強い人間だとは思ってないので、まあ、逆にあとはネガティブなポイントというよりもアグレッシブがゆえにっていうところもゼロではないのかなとは思うので、まあ、全員がそこはじゃあどうすべきだったのかなっていうのをイメージを描いておけないと、ちょっとミスの質も変わってくるかなと思います。結局何で自分たちがいい流れを持ってこれて、何で戦えてこれたかっていうのを理解して全員がコートで出さないと、結局やったことないことをやってるわけではないですけど、非常にこう組織的なっていうことよりも単発なもので終わってしまうっていうのは非常にもったいないのかな。まあ、僕もやっぱりそこはコートの中であの短い時間でもしっかりとこう、できたかなとは、声かければよかったなっていうのは非常に反省するポイントではあるので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。八王田さん、ご質問いかがでしょうか。あ、すいません、一つだけお願いします。はい、はい、あの3月は結構いいゲームとちょっとこう悪いゲームが割とはっきりしてたかなっていう感じもするんですけども、そこから4月これから残りまあ10試合ぐらいなんですけども、古川さん自身こう残りのこのタイミングになってからのここからの試合でこうチャレンジしていかなきゃならない部分であったりとか、チャレンジしたいところであったりとか、そのあたりはいかがですか、ね、保守感情とか抜きにして。個人的にですか。個人的に。僕個人ですか。はい、まあ、ちょっとこう、我を出しすぎないようにしようかなとは最近ちょっと思ってますけど。なるほど、はい、と思ってます。はい、そうですか、わかりました。じゃあ逆にそれは我を出す部分が必要な場面と、まあ、さっきいや、まあなんかわかんないです、表現がうまかったらわかんないですけど、まあ、なんとかこうチームで組織的にうまくできることをやっぱ、まあ なんでしょう、いい時ってまあ、自分の中でいろいろとボールが動いている時間帯だったりとか、やっぱりジェレリンがこういい、なんか同じような話ばっかりで申し訳ないんですけど、みんながこう理解して戦えている部分があるので、やっぱそれを常にコートでどれだけ出せるかっていうところをこう意識していきたいなっていう感じですかね。我を出したくないっていう表現はちょっといまいちちょっと合ってなかったかもしれないです。まあ、あのチームとしてそこをこう底上げできるようなサポートもしていかなきゃならないし、みたいな感じですね。まあこうちょっとだけ、バイウィークというか あったじゃないですか、まあ、そこの前にやってたことだったりとかっていうのを含めて、まあ、ここまでの試合で自分たちがこうやらなきゃいけないことだったりっていうのは僕の中ではすごくこう明確になってる部分があるので、まあ、なんとかそれをこうコートで出せたらいいなと、はい、まあ、チームとしてやることは僕としては理解できてるって言い方するとちょっとあれですけど、なんか言い方変だな、自分なりにってことですね。はい、自分なりにそれは理解した上で、まあ、健三さんともコミュニケーションを取りながら、質を上げていかなきゃいけないと思いますし、まあ、僕自身も非常にミスの多いこともあるので、まあ、そういうのは減らしていきながら、まあ、個人としてのパフォーマンスもそうですけど、チームをこうどう戦っていけるか、まとめていけるかっていう一人の能力だけで、なんとかできるバスケットっていうものではないので、僕たちがしかも特にやりたいので、はい、なんでそこは
話をしながら、話をしながらじゃないですね、みんなでこう、しっかりコミュニケーションとか、はい、やっていけたらなと思います。まあ、毎回毎回結局同じような話になってしまうので、非常にちょっとこう、残念だなっていうのは今思いますけど。分かりました。前田健三さんも残念だなっていうセリフは一つだけ入ってました。了解しました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。では会見以上で終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。